でないほど切ないことを乗り越えるのはきっと誰だって辛いさ。僕は君のためにできることを考えてるよ、いつも君に元気もらうから。さあ悲しい顔をしないでも、明るい君が素敵だから。昨日は遠い夢だって、明日は少し大きく見える。空の向こうの向こうの笑顔で歩いて行こう。ここから血統書付きでものすごく高かったの。タコのモナコちゃんだって一流ブリーダーに目利きしてもらった高級な血筋なのよ。ショコラちゃんはユキちゃんの家にどうやって来たの？いつか話すわね。いつかっていつ？あ、ひょっとして結婚するとき？これって遠回しな逆プロポーズ？よし、こうなったら鉄の芯は熱いうちに打てだ。いやいや、焦るな鉄の芯。慌てる子犬はもらいが少ないというし、ここは九州育ちの硬派な態度で。ショコラちゃん、お言葉はまっこと嬉しかですが、やはり僕らはもっとお互いを知るべきと言いますか。鉄の芯くん、あれ見て。聞いてなかったですね。ひょっとしてショコラちゃん小悪魔系？ほら、あそこ。初めて見る犬だね。さっきからこっちを見てるわ。こんにちは。こんにちは。何かご用ですか？いや、旅の途中あまりに立派な庭園なんで見とれてしまってね。旅をしてるの？そう、ご覧の通り風来坊です。私ショコラ。あなたお名前は？忘れました。忘れた？人に飼われていた時はそれらしきものがあったんだけどね。じゃあ前はペットだったの？人の元を離れ旅に出た日から名前は捨てました。今じゃ名もなきブライの犬ですよ。なんかかっこいい。名もなきブライの渡り犬ですよ。素敵。それほどでもありますよ。ブライさんとお呼びしてもいいかしら？いやいや、お嬢さん、僕の名前は鉄の芯です。名もなきっつった割に。何言ってるの鉄の芯くん。え？ああ、いやいや、この旅の犬さんのことよ。それじゃあなたたちの前ではブライという名前にしておきましょう。よろしくブライさん。よろしく鉄の芯くん、ショコラさん。なんか匂うと思ったらノラドッグだったのか。あ、さっきの。あなたミックスね。この場にふさわしくないよ。なんだよいきなり。お前たちはそんなに偉いのか？は、決まってるだろ。なんたって僕らはものすごーくいい血筋だ。おまけにものすごーく
お高いのよ。犬の価値は生まれや値段で決まるもんじゃないたい。あれ、そういえばこの言葉、初めて瀬戸様に会った時に。よいか、鉄の神とやら、犬の価値は値段や血統書の長さで決まるもんではないぞ。半年前までは僕もこの二人と変わらなかったんだよね。そんな負け惜しみはこれを見てから言いたまえ。どうよ。すごい。それがどうしたとね。ならば僕だって、決闘所の長さなら負けんたい。どうだ。で、墓地に選択されて字が消えちゃったのを忘れてたとよ。鉄の神くん、ふふ、惨めたい。犬の価値は生まれや値段で決まるんじゃない。お、とても素敵な言葉だ。浦井さん、ダメだな。僕は結局半年前からちっとも成長してないんだ。どうやらどちらが価値ある犬か勝負ありってとこかな。自分の価値を自分で宣伝するとは恥ずかしくないのか。大切なのは自分の心が輝いているかということだ。その輝きはどんな書面や血筋にも勝る。そういうの負け犬の頬骨って言うんだぜ。それを言うなら遠吠え。まあいい、とにかくミックスなんかに関わり合うのは時間の無駄だ。そうそう、早く通っておやつにサーロインステーキ食べましょう。浦井さん、かっこいい。男の中の男たい。え、どうして来ないの。犬楽園のみんなに紹介するのに。一人でいるのが性に合っているのかね。きっと瀬戸様や他のみんなも歓迎してくれるよ。瀬戸様というのかい、君たちのリーダーは。リーダーっていうよりみんなのお父さんだよ。時々頼りない時もあるけど。ああ、ぶしゃー。何？ブライさんが気が進まないのに無理に連れて行くのは良くないわ。うん、そうだね。僕はしばらくこの辺りに留まるつもりだから、またそのうちにね。うん、いつでも大歓迎だよ。なんと犬が行方不明に。ええ、特にヒルズ界隈を中心に高級な犬ばかりですよ。この1週間でもう10匹以上もなんですって。それあれたい、ペットブームに便乗した犬泥棒の仕業に違いなかったい。怖かねえ、ほんなこつ鉄の神も気をつけねばいけんね。ほんとね。あん、あん、散歩は明るいうちにね。はい。もしもし。え、なんだって。そんなバカな。わかった。パパどうしたの。ヒルズで行方不明になった犬がうちのネットでペットのリストに載って売り出されてるらしいんだ。これだ。こんな犬僕はリストに入れた覚えはないぞ。聞いたこともない業者だ。これは不正アクセスで入り込んだに違いない。ああ、僕は常にリストに載せるときには業者にも犬にも会って確かめてるっていうのに。でも間違いなんでしょ。またのせいじゃないなら心配しなくても。行方不明の犬が乗ったことでネット上でうちの会社を疑うメールが出回ってるんだ。パパの会社が。サンチャイルドが商売のために足りなくなった犬種を盗んでいるとか、一度売った犬をまた盗んで売っているんじゃないかってね。そんな、せっかく順調にいっていたのに。はあ、パパまた。パパさんは真面目に仕事をしてるのに一体誰が。許せんたい。また引っ越しのトラックよ。今日はこれで3家族体。何もヒルズを出ていかなくったっていいのに。仕方がないさ。あ、ブライさん。犬だけじゃない、ひょっとしたら飼い主の自分たちだって危ない目に遭うかもしれないんだからね。君たちも
飼い主が心配しないうちに帰った方がいい。まずいばい。このままじゃパパさんの会社は疑われたまんまだよ。すっかり犬を散歩させている人が減ったわね。うん、ルミちゃん。どうしたのユキちゃん。ショコラがいなくなったの。え、ショコラちゃんが。鉄のシンク、助けて助けて。ショコラちゃん。大丈夫よユキちゃん、きっと見つかるから心当たりを探しましょう。あ、デカ長どこ行くんすか。鉄の神、とうとうショコラちゃんまで絶対探し出したい。あった、ショコラちゃんの匂い。ショコラちゃん、ショコラちゃん。半蔵？君のお友達かい？うん。ずいぶん慌てていたね。どうしたんだい？大変なんだ。ショコラちゃんがいなくなったんだよ。ショコラちゃんが？僕絶対見つけるんだ。ブライさん？また匂いに夢中になって車にひかれないようにね。ありがとう。あれ？どうしたんだい鉄の神君。あ、匂いが、ショコラちゃんの匂いが消えちゃった。どこ行っちゃったの、ショコラちゃん。鉄の神、鉄の神。もう勝手に行っちゃダメ、今は危ないんだから、あれ、ブライさんいつの間にいなくなったんだろう。これは大掛かりな組織が絡んでいるに違いないし。犬泥棒の神事系とか。なぜ人間というのは組織の力を悪用ばかりするのでござるか。とにかくじゃ、ショコラちゃんが連れて行かれたとあっては黙っているわけにはいかん。あんなピッチピッチの可愛い子ちゃんはそうおらんからの。あ、いやこうなったら我々でその犬泥棒の組織を叩き潰し、ショコラちゃんや連れて行かれた犬たちを助け出すのじゃ。ああ、腕が鳴るぜ。で、どうやって敵のアジトを探す。おとり作戦だね。またおとり作戦？ワンパターンすぎない？でもそれが一番確実だし。誰がなるんだ。そりゃやっぱりみんなが欲しがって、泥棒がこいつは高く売れると思うやつだろう。おとりといえば鉄の神じゃねえか。また僕。僕怖いけどショコラちゃんを助けるためにおとりになるっす。なんすかこの空気。気持ちはわかるけど多分誰も欲しがらないし。ひどいっす。志は立派でござるよ。強く生きろよ。私になろうか。私がやります。メグではとても無理です。ビクトリア。何よあんた、ちょっと引っ込んでなさい。ビクトリアさん怖いや。ビクトリアはメグを心配して自分で名乗り出たのでござるよ。なんだかんだで姉妹みたいに仲がいいんだよな。怪我なんかしたら承知しないからね。心配いらないわよ。ではビクトリアに任せよう。はい。どんな屈強な人間が現れて強引な手で無理やり連れて行こうとするかわからんぞ。くれぐれも気をつけてな。なんじゃ鉄の神。ちょっと気になることがあるんだ。
ショコラちゃんの匂いを追って行った時、確かに僕狭くて小さな柵の間をくぐり抜けたんだ。もし無理やり連れて行くなら人間が抱えるとかしていくだろうから、柵の間に匂いなんかつかないんじゃないかと思うんだけどな。つまりショコラちゃんが自分で柵をくぐり抜けたってわけだな。どういうことすか？少なくとも連れてった人間はショコラちゃんが安心するやつってことだ。じゃあ知り合いの人間？作戦に相手が引っかかれば全てがはっきりするでござる。スタンバイ。ドック6、準備万端でござる。現れたでござる。こんばんは。なんだ、人間じゃなくて犬じゃにゃいか。お嬢さん、こんな夜中にあなたのような綺麗な方が一匹歩きするなんて危ないですよ。綺麗だなんて。夜道は危ない。ご一緒しましょう。喜んで。追跡開始。ラジャーニャ。ラジャー、ラジャーす。あ、誰か助けてす。お、やって。なんか、こんなとこに。そんなことはないよ。美しさというのは内面から出てくるものだよ。君と会った瞬間に僕の心は君の虜さ。まあそんな。ここはショコラちゃんの匂いが消えた場所だよ。しまった、犬を連れ出していたのは人間ではなく犬なのでござる。犬泥棒は人間だと思っているから、みんな油断して自分から一緒に行っちまったんだ。いかん。急げ言わん。それが変装のために塗ったセメントが固まっちゃって動けねえ。このバカ。今回は認める。助けて。逃がさん。あ、向こうにも忍びが。ビクトリアさん、鉄の神頼んだでござるよ。ご苦労さん。見ろよ、ボスの言う通り発信機があったぜ。パチン。じゃあ収穫を届けるとするか。生徒様、発信機を見つけられたみたいです。ビクトリア。あとは鉄の神を信じるしかないの。ボス、今夜の収穫はプードルが一匹です。ご苦労だった。ところでボス、そろそろ顔を見せてくれませんか？余計な詮索はせずに言われた通りに動けばいい。その代わり報酬はたっぷり渡しているはずだ。へえ。さて、チワワが市場でまた値上がりしているらしい。出荷の準備を。了解です。私の心配は？ついでにビクトリアさんも。帰ったら閉める。なんだこのトイプードルは。いいから捕まえろ。このチビカメ。出てこい、お前がボスだな。よくここまでたどり着いたね、ブライさん。見事だ、鉄の神君。ブライさん、これ何かの冗談だよね。残念ながら本当さ。
僕が犬泥棒の影のボス。姿を見せず犬語を人間語に翻訳する機械を使って操っていたんだ。このコソ泥二人はネットを通じて雇い入れたんだよ。嘘だ、嘘だよ。そして八本木ヒルズを僕自身が歩き回り、めぼしい犬を見つけ、あとは君が見た通りさ。君たちの追跡を僕が影からだいぶ妨害したんだよね。鉄の神君だけはたどり着いた。じゃあ、あの誘い出した犬は？彼はノラドッグさ。僕と同じように人間に捨てられたね。捨てられた？人間は愚かだ。ペットブームとやらが盛り上がるとすぐに踊らされて、血筋や値段でしか犬の価値を測ろうとしない。ここにいるノラドッグたちはみんな人間を見限ったのさ。鉄の神君、君も仲間にならないか？嫌だ。たとえどんなに人間がいけないことをしても、僕たち犬が人間を見捨てちゃったらダメだい。僕らが憎んだらまた人間が僕らを憎むよ。そんなの嫌だい。みんなが笑顔でいられるように頑張るんだ、犬も人間も。残念だよ。君とは友達になれそうだったんだが。待って、ブライさん。ブライさん、八本木を中心に暴急犬を連れ去っていた二人組が逮捕されたことで、 IT 会社サンチャイルドの疑いが晴れました。どうやら失敗したようだな、サスケ。申し訳ありません、ネオ様。ヒルズ犬の中にも妙に周りの心を引きつける奴がおりまして。ああ。どうやらあのトイプードルは我々にとっても先々厄介な存在になるのではないかと。ああ、トイプードルがな、面白い。その時まだ僕には分かっていなかったんだ。僕も、ううん、僕たちみんなにこの先大変な運命が待ち受けていることを。犬泥棒は白金の犬たちの仕業らしいな。許せんたい。白金に行って奴らのことを調べ上げたい。手伝ってくれるか、鉄の神。もちろん。ショコラちゃんを危ない目に遭わせた奴らは僕が成敗してやるたいと言いたいところなんだけど。どうした？僕白金に行ったことがあるから、ヒルズの犬だってバレちゃってるんだよ。問題ない。わしの魔法で蜂になればよい。蜂？わしも蜂になる。次回ワンワンセレブそれ受け鉄の神。鉄の神白金に行くその2。行くぞ鉄の神。ブーン。ワンワンセレブそれ受け鉄の神、また見てにゃ。